はようございます。結局ね、今日予約してなくてね。そう、うん、予約しないでね、あのキャンプに来てみました。うん、たら意外にね空いてたね。空いてたね。いいところがね。どこだっけ、キャンプ場。水の素の第2キャンプ場の方に今日来ました。ドッグランもあってね。ね、ドッグランね、すぐそこにあるからね。で、うちの目の前のサイトから、うん、炊事場、トイレがございます。めっちゃいいね、景色もいいし。うん、あっち側を見るようにしてた。そうだね、あっちだってめっちゃ景色いいもんね。なので お届けするあれ画角はうちの車になる感じになりますね。うん、皆さんにはねそういう配慮がうちにはできないというスタンスでやらせていただいております。うん、でもしそれでどうしても気になるようであれば、あのキャンプ場出向いていただくっていう方向でそういうことね。はい、やらせていただいております。それでは、はい、ケアの絵家族始まります。はい、始まります。はい、設営が終わりました。うん、暑いね。で、今日はブルーハワイ初めてね、買ってみたね。早速買ってみました。うん、限定。嘘だよね。うん、甘いって言った。甘い、うん、だからうちに合うなと思って。そうだね、要するにさ、かき氷のブルーハワイみたいな感じだもんね。そうだ、知らない飲んだことないもんだってじゃあ乾杯する。うん、わ、めっちゃ綺麗だよ。ね、めっちゃブルーだ。うわ、見えないか。うん、あ、ブルー。うお、美味しそう。乾杯。はい、乾杯。うん、美味しい。うん、びっくりした。シャケレゾ。美味しい。いただきます。うん。うん、美味しくない？美味しい、ね、美味しいよね。ラムネみたい。ラムネだね。ラムネをちょっと甘くしたような。うん、あー美味しいね。美味しいね。うん、いいね、場所ね。景色を見せてください。うん、はい、ぬて感が最高なすごいね。どこを見てんの？どこを見てんの？はい、今日は扇風機は1、2、3、4台体制。真夏どうすんだっていう話ですよ。うん、もうフルだよ、ね。乗り越えられない。ね、しかもハイじゃない？うん。ということで、ちょっとゆっくりしてからドッグライン行ったりとか。うん、あとは新しく買ったギアとか、うん、そういったのをご紹介していきましょうか。うん、はい、では一旦休憩です。はい、はい、じゃあレイアウト紹介。今回もね、結構ミニマムスタイルだよね。そうだね。ね、はい、こんな感じで。フィールドラック、はい、キャンパーズコレクションのテーブルはい、で今回は、扇風機1、2、3、4台体制で、椅子も4台あります。はい、で今回テントはムラコで、フライは立てない状態で、はい、インナーだけ張ってます。多分雨降らないんで大丈夫かなと。はい、快晴です。で、昨日まで雨で、今日、今週だけなんか土日晴れだったんで、今回は急遽来てみました。はい、で焚き火スペース、はい、こんな感じ。一応薪、途中のコメリで買ってきて、広葉樹とあと針葉樹買ってます。焚き火台は二次燃焼するタイプのモンベルの焚き火台持ってきました。で、フィアハンドは2台持ってきてます。で、ゴールゼロ、これ殴りかっこいいですよね。はい、これが秋のフィアハンド。じゃあテントの中こんな感じです。
この前フィールドスタイルで買った南ガのシラフ、はい、南ガの120のダウンのシラフ、まあペラペラのやつですね。はい、こんな感じでもうほんとペラペラだ。夏とかにはちょうどいいかなと思ってフィールドスタイルで購入しました。はい、でポータブル電源 1000W の1台と、これフィアハンド入れてたケースにゴミ箱にしてます。はい、であとこっちはノアとエルのグッズが入っていて、で隣にはトイレシートを敷いていて、はい、こっちは着替えとか入ってます。で下にはタオル、ブランケット敷いていて、はい、ノアとエルのクッション、はい、でこっち側、はい、黒のシュラフが秋でベージュが僕になりました。僕の方はインフレタブルマットなしで、このなんていうんだこれ、このクッションのみで今回も過ごします。秋の方は、はい、モンベルのインフレタブルマット敷いています。はい、こんな感じです。はい、やっぱり気持ちいいですね。これ村子フルメッシュみたいな感じなんで、はい、じゃあ三蔵工務店の巻きバサミか、スタンダードポイントでこの前買ってちょっと初めて今日当てます。はい、これ、ね、かっこいいんだよね。おお。こうね、びっちり保護されて。本当だ。え、錆びてるね。いや、多分ね、そういうやつなんじゃないのかな。M16 にあったよね。うん、あった。ってことはガレージブランド？うん、ガレージブランド。めっちゃおしゃれだよね。いい、ここのどこ。ね。焼きだれ。でもさ、ここもさ、しっかりしてるね。今までうち使ってたやつ、結構さ、薄いじゃん、ここ。うんうん。ね。だからちょっと。持ってきてよ、見せて。うん。比較して。持ってくる。これね。これどこのなんだろうね。これね、わかんないんだよね、どこのなのか。うん、結局、なんかどこの使ってるのかわからないまま使い続けてる。うん。うんうん、薄いんだよ。うん、これちょっとね、薄くてなんか弱々しいんだよね。うん、でも真っ黒でね、いいねって言ってね、うん、まあ、掴みやすいし、こんな感じでね、うん、掴みやすいからいいねって言って買ったけど、うん、まあこれとね、もう一本あってもいいかなって言ってね、今回ね、うん、こっちをね、スタンダードポイントでね、キャンプ帰り見たらね、結構一目惚れしちゃってね、いけんじゃない？買ったんだよね。珍しく、だってこういうところもかっこよくない？うん、ワニみたいな。ね、すごいよね。うん、すごい掴めそうだわ。じゃあ、これがまず1点と。うん、じゃあ次は、こちら。なんていうんだろう。うん、これは、横浜のワイノットさんで買ったんだよね。うん、わー、かっこいい。うん、カトリ線香立て。これね、アーチが気に入って、気に入って私が買いました。で、これはこうかな。ちょっと今度はね。こうなのかな。説明書。これが最初ついてるから、これを取ってあげて、で、説明書。うん、ついてるんだけど、ここの部分にこうやって乗せるだけ。超楽ちん。ね、本当？え？どうでしょう？あ、違うの？違う？これで完成？あ、こっちか。逆側か。いいじゃん。うん。超おしゃれ。おしゃれだ。
はい、これが2点目です、うん、これが2点目。八王子のリカーサさんで買ったソマビトのシェード、やばい、かっこいい、これね。で、これいくつか分かれてて、うん、これ自体が全部別売り、この下のね、うん、あとね、そう、これが足、これワンセットで売っていて、こう重ねると足になって、これはこう、はい、ゴールゼロ入れて、で、このシェード、楽ちんだね、うん、これで完成。ただ足あるから好きな場所にこう置ける、うん、この足と中のやつは私のお小遣いで買います全部で結構してるね、2万ぐらいしたね、うん、だいたい2万超えてたんじゃないかな、ライトつけてみて、うん、わかんないか、ドッグラン行く？ドッグラン行く？ドッグラン、ドッグラン行く、ドッグラン行こっか、ドッグラン行こっか、ドッグラン行こっかRunning from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am onGotta stay here for some time. ね、目に入ってくる。だって秋の間に5匹ぐらい飛んでる。今？うん。飛んでる。すごい飛んでる。汗かいたからか。ああ、そうかもね。Time has gone and I grew up. I somehow made it through without.Inside. And I still wonder where you are and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. 過剰に褒められる。 U ターンターンをすることによって褒めるって、うん、そうだよね、 U ターンができただけで褒められるって最高だよね、それがエール。はい、あとは夕飯の準備を、もう6時だからね、うん、夕飯の準備で作る、ケンジが作る準備をしてるそうだね、こちらです、食べちゃってるから、うん、ちょっとこういった、うん、あのおしゃれな感じじゃなくなって、タケメグチャンネルさんでいただいた味噌煮込みうどん生麺です、うん、こちらを本日いただきたいと思います、うん、ありがとうございます、ありがとうございました、こちらこそなんで沸かすと、そんな少なくていいんだね、うん、油でも入れとく、うん、まだまだ、あと今日は珍しく池田家は野菜を食べることにしております、あ、サラダね、うん、
全部入れちゃおうかな。全部入れたっていいんじゃない。あ、うまそう。卵固まった。固まった美味しそう。ちょうどいいね。うん、食べる。食べましょう。うわー、うまそう。うまそう。あ、つゆがちょっとなくなってる。そりゃそうだよ、煮込みにする。そっか。めっちゃうまそう。はぁ、お腹すいた。うん、とサラダ。そうだね、さっきまで腹減ってなかったのね。急にね、減ってきたね。うん、食べましょう。うん、食べる。はい、じゃあ、いただきます。いただきます。はい、じゃあ乾杯。2本目ね、いちごスパークリング。なんかゆうちゃんからもらった。あ、そうだね、ゆうちゃんからもらったやつね。うん、ありがとうございました。うん、いただいてます。うん、どうぞ。いい、いいよ。やっぱうまい。うん、柔らかい。柔らかすぎた。うん、結構柔らかめ。ごめん。いや、美味しいよね。本当？うん。うん。うまいね。うまい。めっちゃ煮込まれてる。ね。味噌煮込みうどんって感じ。うん。美味しいね。うまいでしょ。うん、いや、めっちゃ美味しいよ。やっぱ具入ってると美味しい。この前具がなかったからね。あ、かまぼこが。うますぎるんだけど。いや、うまい。やっぱね、味噌煮込みうどんってうまいよね。特にこの本場の味噌煮込みうどん。うん、最近のお気に入りのサラダ食べてみて。うん。私すごい好きなんだけど。よく食べてんだこれ。うん。あっち。それサラダじゃねえし。あ、本当だ。ドレッシング美味しいね。うん。カニカマ嫌い？うん。美味しいよ。カニカマがめっちゃうまい。うん。うまいこれ。うん。ドレッシングが美味しいね。うん。いや、うまいな。卵超上手にできてる。あ、本当？半熟？うん。うん。うん、本当だ。卵めっちゃうまい。半熟。ちょうどいいね。うん。めっちゃ上手にできてる。うん、めっちゃ上手だよこれ。うん、やっぱ半熟が美味しいよね。うん、味噌煮込みうどんめっちゃうまい。名古屋行ったら食えなかったじゃん。そうそう、あれが残念だったよね。なんだっけ、売り切れだっけ。もう終わった。次の時食べたいね。うん、うなぎね、食べれたからよかったけどね。あ、このうなぎ超うまかったよね。あ、美味しかったね。え、冷凍したやつも売ってるけど。うん、もう一回食べたいもん。うん、あれ美味しかったよね。うん、外がちょっとパリパリしてる。うん、で味がちょっと濃いね。うん、ご飯少なかったね。うん、追加したの。うん、ご飯だってね。うちのセギだけ、うん、
大鳥みたいな。そうだね。めっちゃ並んでた。みんながみんなお、うん、ご飯おかわりした。うん。もう一杯ぐらいかな。うん。もう一杯はじゃあ君にあげよう。まだあるよ。まだあるか。ああまだ。あ、何個か。タバコ落としたから一番多くあげようか。はい。しかも拾ってくれたの。うん。え、ありがとう。ありがとう。いや、いいな、この景色。最高だな。うん。じゃあ、スマビト。初スイッチオン。お、綺麗だね。やっぱいいね。すごい。ね。これやっぱりさ、うん。丸々つけた方がかっこいいか。うん。の方がいい。前回の方がね。うわー、綺麗。うん。いや、かっこいいよ。ね。やっぱテーブルの上に一個こういう照明あると、だいぶ変わるね。うん。最初はさ、ちょっとさ、キャンプっぽくないじゃんって思ったけど、そう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 、よく考えてみたら、こんなのボンってあったらね、かっこいいよね。ちっちゃいバージョンもあったよね、これのね。あった。ね。でも、ちなみにもう売り切れっすよ、すべて。嘘すぐ売り切れっすよ、3日後ぐらいに。じゃあ言ってよかったね。うん、よかった。ブラックだよね。ブラックだよね。そう、ブラックで、こっちもブラックだっけ？ブラックっぽい。ブラックっぽい。めっちゃ綺麗だよね。うん、これもよかったね、ネルデザインワークスの外が。うん、意外に使いやすいんじゃない？これ。うん、シラカップに負担になるんだよね。せーの、ごちそうさまでした。じゃんじゃん。ごちそうさまでした。じゃん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 。ふぅー、マモわおびっくりした？びっくりしたね。わおって言ったね。エルは何でもやってくれるから。俺のも持ってちゃったよ。何でもやる？何のこと？You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know. You know. やっぱおしゃれだな。うん、めっちゃ綺麗。うわ、すごい綺麗だよこれ。でしょ？うん。回すとめっちゃ綺麗。はい、三蔵工務店の巻きバサミ。やっぱしっかりしてるな。これだったらね、2個あれば2人でできるもんね。そうだ。めっちゃいいよね。2人で火遊びができるってこと。いつもなんかしたかったみたいな言い方してる。2本あったらいいでしょう、ね、え、2本あったらいいでしょう、ね、まあそうですけど。今日は早いな、着くの。これ新王子だから。うん、いいよ、乗せんで。なんで乗せんの？いや、ついてないじゃん。え、ついてないじゃん、まだついてない、着くよ、うん。いやー、もうほんと持たせるんじゃなかったよ。なんで、いや、なんで入れんだよ。
なんで入れたいから入れてるだけだよ、だって。なかなかじゃない。これをこのまま入れたい。このままぶち込んじゃうの。秋の手これ。うん。割らないという手法に入れておるよ。巻き割りはしないってことね。すごいね。だってもうモンベルの焚き火台いっぱいいっぱいになっちゃってる。でしょ。うん。でもこれ燃えたらもうこれ一本で長時間いけそうだよね。そうそうそう。ね。先ほどの豪快に入れた薪ですね。完全に燃えることもなかったですね。そろそろ寝るっていうのは嘘だよね。寝るっていうのはね、さすがに嘘だけど。嘘だね、嘘だね。まあ、この焚き火消えたらちょっとテントの中行って、うん、結構もうね9時前で、しかも結構寒いんだよね、ね、でテントもフライ捨ててないんだよね、だからねちょっとメッシュフルメッシュ状態で寝なきゃいけないからね、で早くで、ね、ちょっと入って体温でテント温めないといけないから、え、出てて自分たちの熱気でテント内を温めないといけないから、すごい難しいよね。どんな状況それ。だってもう寒くて今外にいるのにさ、熱気でどうにもならない。まあね、ならないね。ならないよね。ちょっとしくじったね。ちょっとね。はい、ということで今回の動画最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではこの動画少しでもいいなと思っていただけましたら、チャンネル登録とコメント評価よろしくお願いします。それでは、ケアナ家族でした。さようなら、はい。さようなら。はい、これ、ケアノイのポーズ。でも、先ほど言われました。うん、あの、古いと。なんだこれ。なんか俺には狐にしか見えない。狐じゃないのこれ。狐ストーじゃなくない。違うの。あ、こうですけど。こうか。こうね。じゃあ、これにする？うちはこれか。うん、なんだかんだ言って結局みんなこれやりだしたら、うん、キツネだね。ちょっとやりだしたら、気に入るかもしれない、まあそうだね、さようなら、はい、さようなら。